ますけど、あの一応日本外国の歌をアメリカのジャズの歌をですね日本語で歌ってみたり、あるいは日本の曲をねちょっとだけジャズのテイストでやったり、あるいはレゲエのテイストでやったりとやってるわけですけど、まさかこんな曲やるかというね、宮古はるみさんのね北の宿からっていうねこれをやるんですけども、まあ、これは昭和50年の曲ですね、阿久悠さんの作詞で小林亜星さんの作曲なんですけど、まあ暗骨椿、涙の連絡船、その次に売れて、それも昔すごいですね、140万枚も売れた。で75年76年の紅白歌合戦に出て、76年は鳥を取ったというねこの北の宿からでございますけども、これは阿久悠さんにしたら、まあそういう弱い女性じゃなくて力強く生きていく女性を描いたんだということではそうでございます。であと研究家の方の指摘によるとですね、この曲のメロディーが小林亜星さんが作ったんですけども、どうもねこれショパンのピアノ協奏曲第1番の第1楽章そのピアノ独奏の部分とそっくりだという。知ってます？ショパンのピアノ協奏曲第1番第1楽章のある部分のメロディーがそっくりそのまま使われているという、またこれ研究材料ですね。はい、それでは、ちょっとだけ、洋楽風にアレンジいたしております、北の宿からお願いします。
内山田博士とクールファイト、あ、なるほど。もともと楽器をやってた方がピンキーとキラーズもそうですか。ピンキーとキラーズもバンドなんですね。バックコーラス言ってるけど、ヒット曲が出るとそういう歌番組出たり